こんにちは。今日もがま口財布を作っていこうと思います。で、こちらのレース糸を使っていきます。で、こちらのレース糸はキート雑貨ストアーズで購入しましたね。オフホワイトです。で、そちらにこの黒の、こちらはキャンドゥで購入したビーズを通しています。で、なんで黒のビーズなのに白のレース糸かというと、あ、3号ですね。3号で編んでいきます。がま口開けた時にはこう白い、中が白いのがいいなと思ったので、なんか一回この黒のビーズで黒のレース糸で編んだことあるんですけど、なんか面白みがないなとか思ったので、ちょっと今回は白で編んでいこうと思っています。で、いつも通りこの輪っかを作って、こうこの輪の中に、細編みを6回していくんですけど、その細編みを6回するときに、もうこの時点で、ビーズを1つずつ引っ掛けてつけていきます。こう右手で爪で、ビーズを1つ寄せて、このように細編みをしていきます。一番最初は一番難しいんですけどね。で、また一粒爪で取って引っ掛けて、いつものように細編みをします。これを6回しますね。一番最初はなんか本当にちっちゃい作業なので、私もここが一番難しいなと思ってやっています。このビーズを通すときに、このレース糸が太いんですよね。私のレース糸、もうちょっと細いレース糸でやってもいいと思うんですけど、なんか糸に、そのレース糸を針の穴に入れて、やっぱりこうビーズを通していくんですけど、そのなかなかその針の穴が大きいものがなくて、ちょっと大変でしたね、私は。まああるんでしょうけどね、針の穴が大きいの、なんかそういうのを探してやればいいと思うんですけど、私はないので結構手こずりましたね。で、一番最初の目に針を刺して、で、引き抜き編みをする時もこう一粒ここでつけますね。これも一回こう一粒つけないでこう引き抜いた時があって、そしたらそこだけずっと引き抜いてるところだけビーズがなかったので、あ、ここにもビーズがいるんだと思って、こういう風にやったら綺麗に出来上がりましたね。こういう風になんかこう違うところに入れてるのはこの時点でちょっと気づいてないんですよね。で、気づいたみたいなので針を入れ直して、引き抜きますね。ビーズを向こう側にある状態で引き抜きます。で、立ち上がりは何もしなくてそのまま立ち上がりますね。そしたらこういう状態になります。でもこの時点でちょっと黒の糸の方が良かったかなとか思いながらやってるんですけど、まあ、出来上がらないとちょっとわからないので編み続けていっています。だからこう見えてる手前がこう内側になる感じですね。で、外側が、ビーズをつけていってるので外になるって感じですね。で、またこう一粒ずつつけていくんですね。で、手前の、私は手前のこう出ている糸も編み込んで、一緒に編み込んでいっています。本当に細かいので、ここは私も苦手ですね。で、同じ穴に2個ずつ入れていきます。
2個ずつ入れるときも必ずこうビーズを2個入れますね。1個に対して1個は必ず入れます。だからこの2段目は、6個の2倍なので12個ビーズが入ることになりますね。こうやって編んでいきます。でもやっぱりおかしいですかね、その黒に白のレース糸って。なんかちょっと面白いなと思ってやってみてるんですけど、でも結構この完成はしてないんですけど、だいたい編めてきた状態で結構可愛いので、私は失敗じゃないと思ってるんですけどね。なんか私の思う通りまではいかないですけど、まあ可愛いかなと思って、こういう感じにちょっと編んだらなってきましたね。まあ可愛いと思いますね。私はちょっと白が見えて、エラはこういう感じですね。でこう先ほど通した糸じゃないビーズ全部ここまでで編めてきた状態です。でそこでこう糸を一回切って、でまたビーズを通していくんですね、こうやって。で最初私もこうやって一回切ることが嫌だったんですよね。こうずっと全部、たくさんビーズをつけて一気にやりたいって思ってやってたんですけど、やっぱりもうかなりのビーズの数になるので、もうめちゃくちゃこう絡まるんですよね。なんでこうある程度の量で止めて、こうやって一回一回こう切ってやった方が私はいいかなと思って、私はこういうやり方をしています。なんか結局こう途中で切っても、まあつなげる時はだいぶこう、切った糸を編み込んでいくので、まあ弱くはなく、そこの強度っていうか弱くはないので、まあ切っても全然問題はないので私は切ってやっています。で今の時点でここの段11段まで編んでますね。でこれぐらいの大きさですね。まあガマ口の、今までは9段で編んでたので、今11段でもこう足りないっていう状態なので、やっぱり細い糸でやるとこういう感じになりますね。太い糸でやるほどこうあまり編まなくてもいいっていう。でこれは今つなげていくところですね。ここで引き抜く感じでつなげます。でこの切った糸2本出てると思うんですけど、この段では1本を編みくるんでいきます。こう結構細い糸なので2本一緒に編みくるんでいくとちょっとボコってなるんですよね。なので1本だけこの段は一緒に編み込んでいきます。でもう1本の、残ってるこの糸ですね、これ1本だけ編み込んでいきますね。でもう1本の糸は次の段で編み込んでいくようにしています、私は。でここからまたいつもの通りこう一個一個つけていきますね。だからもうめちゃくちゃ時間かかるんですよね、これ。もうこの時点で何時間かかってるんかなっていう感じなんですよね。まあでも楽しいので、まああんま気にならないんですけど、なんかすごいたくさんビーズがついて可愛いって感じで思いながらやってるので、それいろんな色でこう試せますよね。なんか黒となんか白じゃなくても違う色でやってもまた全然違う雰囲気になりますし、もう色で全然変わりますもんね、雰囲気が。楽しいですよね。これ白っていうオフホワイトですね。
で、ここなんですけど、ビーズがもうここまで迫ってきてるんですね。なんかずっと何もないかのように編んできましたけど、こうやって一回一回こうパクっていかないといけないんですよ。なんかこういう意味でもあんまりビーズを通さない方がやりやすい、やりやすいかなって思うんですよね。こういうことを何回かやってますね。ビーズがまた迫ってきて、でこうやってビーズをパクって後ろに下げてみたいな作業も陰で何回かやってますね。こういう意味でも時間がちょっとかかりますね。まあ出来上がったら可愛いんで、まあめんどくさいですけど、まあしょうがないですね。でまたこうやって始めます。一番最初は本当にめちゃくちゃこれ以上にビーズを通してたので、本当に絡まって余計時間がかかったって感じですね。だからもうこれぐらいまでですかね、通しても。私の場合は、まあ、もっと他にやり方があるのかもしれないんですけどね、まあ、私は考えられないので、もし何かあったら教えてください。でこうやってずっと編んでいきますね。はい、である程度こう編んできて14段目まで編んできましたね。でちょっとこうがま口に合わせてみて、まあちょっと足りないんかなってなって、で1段ここからまた増やしていくんですね。ここからまた1段増やしていきます。増やしたんですね、これは。で15段目まで編んで、もうこれでいいかなってなって、で15段目まで編んで、またここから立ち上がりを編んでいきます。でここからは、好きな高さまでひたすら一つの穴に一つの細編みをしていきます。でもやっぱりこうこの細編みの目が増えも減りもしないので、やっぱり眠たくなってくるんですよね。こう最初のうちは大丈夫なんですけど、こう数をこう一回り何目あるんだろうと思って数えたりとかするんですけど、まあそれ以降ですよね、ずっと。で特にこれはもうめちゃくちゃ数を編まないといけないので眠たくなってきますよね。そしたらこう眠たくなってきて目が覚めないようだったら、ここで舵を挟みます。でこうすっきりして、でまた戻ってきて、でもそれでも目が覚めなかったら、犬の散歩に行ったりとかして外に出ますね。じゃあもうそこからは結構長くできるので、思い切って外に出ますね。あ、この動画ももうそろそろ15分ぐらいになるので、今回はこの辺でやめようと思ってるんですけど、まああとはこう一つずつこうやって、つけていくだけですね。まあ、別の動画でまた完成したものはあげると思うんですけど、まああとは一緒ですね。一緒なので、めちゃくちゃこう時間はかかりますけど、こう可愛いのでぜひやられてみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。